皆さん、こんにちは。えー、変態仮名になれる18回目ですけれども、今日の字は「ソ」ですね。これをテーマに皆、えー、さんと一緒に文字を読んでいきたいと思います。毎度おなじみ、七ついろは冒頭部ですが、今回はですね、「ソ」ですので、えー、5つある行のうちの真ん中の行ですね、えー。これになります。一番上の文字は、天書体。「ソ」、ソかつて、ソネの「ソ」。 の転所帯ですけれどもこちらとなっております、えー、その下にですね6つ業者帯並んでおりますけれどもこれをですねまた皆さんと一緒に見ていきたいと思います それでは、いつもと同じように紙と鉛筆をご用意ください。これから6問連続で、先ほどご覧いただきました行書体の文字をですね、写していきますので、その文字、そして両脇に振られました振り仮名ですね、これを紙に書いていただければと思います。それではいきます。1問目になります。 2問目です3問目です4問目です5問目ですラスト6問目となります いかがでしたでしょうか以下回答となります。これが1問目の答えになりますけれども、四面疎下の相ですね、えー。ちょっと印刷が不整明で見にくかったかもしれませんが、右側がですね、えー、立つということになっております。えー、左側がですね、崇拝。 点がついてるのかもしれませんけれども一応スハイ、まあ、読む時にはおそらくスワイという,ふうに読ませたんじゃないかなと思うんですね、えー、まあもとこの字自体はあの声だ、えー、とか無知の意味のスワイですね、えー、その文字ですので、えー、スハイというふうに書いておりますけれどもまあ読む時にはスワイということになるのでしょうか母は物から来ている派になりますね、えー、ちょっと立つというですね、えー ポジションにはそういう読みが出てこなかったのですが一応「たつ」というふうに読んでおります。「た」はですね「あの多い」という字からくる変態がなとなります。2問目ですけれどもこれは「訴える」という字になります。えー、右側の振りがなは音読みで「そ」左側が「 ううというふうに読みました実は4文字目がですね、ちょっと虫が食ってまして、よくわからないのですけれども、最初、「うたえ」かなとも思ったんですが、あのまあ、をですね、えー、崩しているというふうに判断しております。修士形でですね、「うたう」というふうに書いたんじゃないかなというふうに思います。えー、変態仮名はですね、えー「訴うたう」の「た」が多いから来ている「た」ですね。それ以外は一応、原稿のひらがなと同じ書体と。 といいうことになっています3問目は祖先の「そという崩しですね。えー、真ん中の文字は「そう」になっておりますが、右側が「王子」、「おうじ」と書いて「王子」ということですね。えー、左側が「はじめ」とあります。えー、まあ右側の振り仮名自体はですね、原稿のひらがなと一緒ですので大丈夫かと思いますが、まあ、ちょっとこれを「王子」と読むというのがですね、なかなか難しかったかもしれません。 昔の辞書にも出てまいります。初めも同様ですね。昔の辞書に出てくる読み方です。 4番目ですけれども、これはあいわゆる蘇生の素、蘇みがえるという字なんですが、真ん中のです、ね、行書体をちょっとご覧いただきますと、現在の文字は草冠、左側が魚で、右側が乃木編の,の乃木になっているんですけども、これがひっくり返っている字ですね、遺体字になります。 先に乃木が来て魚が右側に来るというですねこの字を崩した形になっておりますが蘇るということになりますふりがなの方ですけれども右側が蘇る、まあ、これは現在でも言う言い方だと思いますけれどもみが減るで蘇る左側が重ね というふうに読みましたけれども、えー、ちょっとなんで重ねなのかがですね、ちょっとよく分からなかったのですが、あまあ、あのこの訓自体はですね、ポ、えー、ジションにはちょっと出てきませんでした。でこれ、おそらくですけれども、あのいわゆるあの重ねってありますよね、あの襲うという字で書いてあ、あの重ねの色目に、相を重ねっていうのがあるんですが、なんかそれから出てるのかなというふうに思うんですけれども。 ちょっとよくわかりませんでした。もし知っとっての方がいらっしゃったらご教示いただければと思います。えー、文字的にはですね、えー、と右が三という数字からくる変態ガナ、まあ、カタカナの三にも見えなくなるのですが、で川は可能のか。で、えー、右が左側のですね重ねのねは都市年という字からですね来ている崩しの変態ガナとなっております。 5問目はあの宗教の終定ですね、えー。ですけれども、右側がアガムル、左側がムネとあります。えーまあ、あのアガムルボですね、えー、これもカノノカから来ている兵隊仮名がありますけれども、それ以外は現在のひらがなと同じ。 えー、左側の「胸という方はですね、まあ、今もこういう読みがありますので、えー、読み自体は問題ないかと思うんですけども文字がですね「ね」の変態仮名になっております「年からくるですねなのでちょっと難しかったかもしれません両方ともポジションにですね「訓が載ってありました6問目はですねさっき申し上げました天書体にも出てきましたけど「そねのそ」という字ですよね、えー まあボ文訓読でかつてというふうに読む読み方があります右側がそれになってますねで左側が昔とあります赤、えーまあ、が変態文字なんですけども、まあ、通も川から来ているのですが原稿の字体もそうなんですけどもちょっとこの川の形が残っている通っていうのはなかなか読みにくいですよねで手も一応天から来ている ででしてまあ、これも原稿のひらがなの字棒なんですけれどもちょっとここまで元の字が微妙に残っていると読みにくかったかなと思いますえ以上ですね「その変態仮名」シリーズでした、まあ、他にもですね「ところ」という字を崩して「そ」と読ますパターンですとかあところ2つありますね「場所の章」の書 処置の書とですね、2つありますけれども、まあ、この書から来る書、えー、もありますけれども、基本的にはですね、えー、この曽根さんの書、かつてっていうですね、この字を崩して現在の書になっているというのをですね、ちょっと覚えておいていただければと思います。 ということで、今回はですね、総合テーマにお話しいたしました。あ次回もですね、引き続き変態な名シリーズやっていきますので、えー、ちょっと先はまだまだあるんですけれども、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。